皆さんこんにちは、折り紙作家の葵です。今日はハチワレを折っていきます。折り紙2枚で簡単に折れます。こちらのちいかわの折り方とうさぎの折り方は別の動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。まず顔を折っていきます。三角に折ります。さらに三角に折って折り目をつけます。角を中心に合わせます。角を折ります。斜め上に折ります。下の角を折り始めのところまで折ります。角を少し折ります。先を少しだけ折ります。顔の土台の完成です。ペンで顔を描いていきます。
次に体を折っていきます。半分に折って折り目をつけます。両端を中央に合わせております。半分に折り目をつけます。両端を中央に合わせております。三角に折って折り目をつけます。開きます。折り目に沿って開きます。上に折ります。下に折り下げます。この時少し斜めに折ります。先を折ります。
両端を折ります。折り目に合わせて斜めに折ります。下の線と上の線が揃うように折ります。上に折ります。先を少し折ります。角を少し折ります。糊をつけます。体の土台の完成です。糊をつけます。
ち割れの完成です。